はい、おはようございます。おはようございます。アンジェリカです。はい、今日はみんなお休みなので、夏休みでサマープログラムが今日ない日なので、ちょっとお台場に行こうかなと思ってます。はい。ただオリンピック期間中で道路が規制されていて、今恐怖でしかありません高速で行かずに下道を使って行こうかなと思ってるんですけど、果たしてたどり着けるのか、オリンピック規制中の道路で私たちは生きていけるのかっていう結構子供を連れてかなり難しいことを今日しようとしたよね。そう、違うの、なんかさ、ちょっとお洋服を買いたいなと思って、今度ね、キャンプに行くのね。だからなんか、ちょっとこう、別に汚れてもいいさ、ワンピみたいな2着ぐらい、自分のね、ピッと買って、まだほら、ザラとかH&Mとかあるじゃん。はい。お台場に。ちょっとその辺見て、まあ、あとは子供服もちょらっと見て、ちょっとランチして、みたいな。でも声が出ない。声大丈夫ですか誰ですか、何言ってるか分かんないよね。足の方が字幕必要だよね。確かに。だからまあなんかこうちょっとお出かけしつつ、お買い物もちょっとしつつ、はい、あと赤ちゃん本舗だっけ？はい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 。ちょっと行きたくて、赤ちゃん本舗行く気中みたいな。なんだっけ、キャンプ中さ、離乳食をさ作ってあげられないじゃん。うん。そうだから、あのほら、オーガニックのなんかそういう離乳食とか、まあ、なんかそういうの買ってあげて。あとほら、なんだっけ、あのあれを買おうと思って。ですか？ほほえみっていうミルク、あ、はい、あれか缶のやつがあるんだよね。なんか友達が使ってたの見たことあるんだけど、はい、今私ほら普通のさやつ使ってるからお湯とか必要じゃん、はいはい、でもなんかいきなりあミルクあげなきゃみたいな、お湯お湯みたいになるじゃん、うん、なんかわかんないし、キャンプ初めてだからさ超ビビっちゃってるの。キャンプビビりしてた私、なんかいきなりお湯とか用意できんのかな、そんなサバイバーのとこでみたいなサバイバルとかしたことないからさ、やばいみたいな。どんなとこ行くんですかそれ。いや今時はお湯とかすぐ用意できるのかもしれないけど心配じゃんそうで、なんかそう俺思い出したんだよね、友達が持ってたその缶詰のやつがあって、それはそのままあげれるの。そのまま、そう、そのままあの哺乳瓶に移動させてピュッとあげれるから、まあ、それも多分赤ちゃん本舗に売ってるから、なんかそのとかもちょっと買いつつ、はい、要はちょっとキャンプの下ごしらえをしに行きたいの。下ごしらえ、まあちょっとこう休みだしお台場も満喫じゃあ、しつつ系ですね、今日は。しつつ系、しつつ系女子なの、今日。女子ですね。うん、しつつ系アンジェリカの密着って感じです。はい。お願いします。お願いします。スケルがもう規制が怖くすぎて、今私の携帯電話で撮ってるじゃん。これ、本当に携帯電話早く返してほしい。マジで。いつも高速で行くからさ、お台場とか。下道でどうやって行くのみたいな。じゃあもういいですか、止めて。やばい、私間違えたの、この人たち。ごめんなさい。私が行くべきじゃなかったね。なんか、アクシデントが。アクシデント、ごめんなさい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 。私が優先するべきだったね。優先、優先って感じ。そう。はい、じゃあ携帯戻しますか。携帯を返してください。返してください王子が使ってるから。で、足湯携帯戻りました。はい、よかったです。安心安心。帰省中継しますか。帰省中継したいんだけど、下道だから多分いけると思うんだよね。あ、本当ですか。やってないことはないよね、ダイバーシティとか。いや、それはないと思います、さすがに。そこまでしなくないですか。そうだよね、うん、お店閉めるとか遠回りさせられるとか、そのぐらいじゃないですか。あ、そこに行くまでにね、はい、お台場の周りがね、はい、あ、それはありそうだね。それぐらいじゃないですか。やってないことはないですよ。やってないことはねえか。さすがにそんな。さすがに不安でしょ。不安の塊ですね、ママ。最悪行けなかったら、その江東区にあるバースで行こう。はいはい、バースで行きたいんだよね、本当に。バースデー。バースデー、あの子供服、島村かな。島村ですね。やってる。可愛いんだよ、すっごい。でも意外なんですけど、マミーからバースデー行きたいって。いや、私元々知らなくて、お友達のモデルちゃんのインスタグラムに、はい、なんか友達が載せてたんだよね。バースデーで買い物したみたいな、うん、都内にできればいいのにみたいなこと書いて、都内っていうかこう中心部にね、近くにできればいいのにみたいな書いてあって、その載せてた洋服すごい可愛くて、何これと思って、バースデーって何って思って、知らねえぜなって思ってネットで見たの、はい、そしたら本当に可愛いんだよね。やっぱ安いんですか、やっぱ島村系だと。安いと思う。そうそうそう、もうバースデーも行きたい。左です、左です、違うな、違うね、これマミー間違えてるね。入れてくれるかな。入れてもらいましょう。
ありがとうございます。すみません。なんか行けそうですけどね、なんか。まあ近づいてはいるよね、うん、お台場方向に。今んとこ何もないね。ないですね。え、首都高はもう封鎖されてるんですか？封鎖。すごいじゃん。レインボーブリッジ封鎖できません。びっくりした。なんだっけそれ。あの踊る大捜査線。懐かしい、踊る大捜査線。超好きだったな。見てた、めっちゃ。瞬間なんだよね、車の瞬間。いいよね、貫禄がいいよね。貫禄がすごい。てかさ、このネックレスをみんなさ、あの 金の偽物のこうジャラジャラネックレスだと思ってるよね。アンバーネックレスっていうのはちゃんと意味のあるものなんですよね。歯のやつですかね。そうそう、歯とか、そうそう、痛みとかも軽減してくれる、うん、え、何これ、え、こっちで合ってんの。やばい、わかんないわかんないわかんない、います、わかんないわかんないわかんない、やばい、どうなんだろう、あーってなってる、よかった、レインボーブリッジって書いてある、本当にやめてほしい。 Google ってたまに喋るの遅いよね。今みたいな、遅いですよね、遅い、いやいや今そっちの車線にいないからみたいな、うん、あーなるほどね、こういう風にね、ぐーっとね、びっくりした、いけるじゃん、いけるね、これはだってトラックの運転手さんが言ってるから、もう大丈夫、確かに、すんごい空いてるね、いきなり、やっぱりみんなこっち来ないのかな、すんごい空いてない、最高、めっちゃ空いてる。レインボーブリッジは封鎖されてませんでしたね。レインボーブリッジね、封鎖されてなかったね、よかった、そうされてませんね。逆に着いた、着きましたね、よかった。シャユ、何、観覧車乗るな、シュート、でも乗っちゃう、どことあります、ない、みんなで観覧車乗る、乗ろうよ、乗ろうか、乗りたい、出た、うん、隣だから歩いていけるかもね、ダイバーシティの、あ、全然余裕ですね、あそこ乗りたい、うん、乗りたいよ、じゃあお買い物して、お買い物終わったら行く、それかお買い物行ってランチ食べたら行こうか、うん、ね、僕も行けない、あら、僕も先遊ぶ、そう、いや、マジ髪ガラガラですね、ガラガラ、最高、ガランガランでびっくり、仰天パラダイスって感じ。本当に嬉しいわ、仰天パラダイス、本当に嬉しい、買い物行きましょうか、行きますか、じゃあ行ってきます、行きます、買い物、もう一回行ってほしいなって言ったの、マミに、ママ車気をつけてって言ったの、いつも言ってたけど、エレベーターも、ママ気をつけて、優しい、ギャラギャラです、本当に本当にない、やばすぎ、キャンプってみんなどんな格好するんだろう、もう初めてすぎてギャーギャーギャーって感じ、どうしよう、初めてすぎてだから最初さ、もうなんかさ、なんかさ、全身シャカシャカの洋服で来たら来たらと思って、シャカシャカなんて持ってないと思って、足にさ、シャカシャカ買ったじゃん。でもさ、ネットでさ、いろいろ調べたわけ、なんかキャンプ服装とかで、はい、行くところの、なんかその施設、なんか施設によってやっぱファッションが違うみたいな感じ書いてあって、ネットに、うん、なんかこういうとこなんだったら、ちょっとこう、ちょっとこう、朝っぽい、なんかワンピースに、なんかスニーカーとか書いてあって、なるほどみたいな。で、行くとこがさ、家みたいなところで、友達とか、友達の家族とかでみんなで行くんだけど、うん、そういうテントとかじゃなかったのよ。サバイバル系じゃなかったです。サバイバル系じゃなかったの。だから、サバイバル系だと思ってたんだけど、そんなわけないじゃんとか。かわいい。かわいい。ちゃんとあるから、寝るとことかもあるからって言われて、あ、そうなんだみたいな。じゃあ、ゼロ行きましょうか。行きましょう。はい。行ってきまーす。さあ、来い。H&M とザラに行きましたね、うん。行ってきた。なんか、かわいかったんだけど、はい、なんか、ほら、キャンプに持ってきたいみたいな服はそんなになかったね。そうですね。でもなんか、あったけど、少なかった。うん、なんかただ個人的に普通に買いたい服はいっぱいあってそう、今から本当は赤ちゃん本舗とかに行きたかったんだけど、王子様が観覧車に乗りたいということでどこだっけ、あのビーナスポットの方に行って観覧車に乗りたいと思います、はい、でそこで観覧車乗り終わったらランチしたいと思います、はい、見て楽しみ、観覧車楽しみ、乗れる、怖くない、本当にすごいね、くるくるしようか、じゃあね、
どうぞ。はい、どう？楽しみ？楽しみ。いいね、観覧車乗ろうじゃん。おじ乗る？乗るよ。くるくる乗るよ。うん。これ乗るんだ、今くん。やばい、やばい、やばい。めっちゃ起きてよかったね。え、今乗るこれ見て、今乗るって言ってる。今乗るね。乗ったね。やつね。初めましての観覧車。ポジどう？どう？怖いね。怖くない？強いね。この大観覧車は地上から高さ65メートル。壊れないのかな。うわすごい。どうした？怖い？ねえ、足ここにいるから。ちょっと怖い。ちょっと。お、東京タワーだよ。いいかな、いいかな。ミシミシ言ってるよ。大丈夫？ねえ、マミ、楽しんで、ハッピー。ミシミシ言ってるかな。もう怖い。早く終わってください。楽しもうよ。早く終わってください。ほら、すんごいミシミシ言ってるよ。目開けて、マミ、東京。社長揺らさないで。社長揺らさないで今。ダメダメ、揺らさない。みんな、頂上行くよ、おじ。う、おお、社長いいよ。なんか違うんだよな、想像してたのと。怖いのママ。おじ、マミ大丈夫だよって言ってみて。うん、大丈夫だと思う。高い。本当に高いから早くお家に帰りたいの、ママ。あ、今頂上だ。そうだよ、言ってんだからさっきから頂上だって。楽しもう。エンジョイ。頂上だよ。じゃあ今からランチですか？今からランチ。お腹すいた。王子もお腹すいたって。お腹すいたから、とりあえずランチ食べてから赤ちゃんポンポンに行こうかな。赤ちゃんポンポン。 OK、はい、赤ちゃんポンポン行きます。バイバイ。バイバイ。ランチタイムです。ウィト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 。見て、もう見て、キッズプレート。もういっぱい暑い、もういっぱい暑い。ちょっとプーフーしようね。ちょっと暑いね、まだ。幸せです。お腹空いてたから。腹が減っては草はできない。カフェの食べ方間違えてた。違うね。おいしい。うん、おいしい。これ寝る。ヴィーナスウォーズに水の艇があるので、もしかしたら西松屋に私のお目当てのものがあるかも。どう？どうぞ。帰ってきたよ。じゃあ買ったものを紹介していこうかな。もうそんなにいっぱい買ってないんだ。
くるぶしぐらいかな、くるぶし丈ぐらいのこういう色が超気に入ったワンピース、ワンピ大好きだから、これと、あなたこれ着てキャンプ行くんですかみたいな感じで、あとこれは私の部屋着、部屋着ちゃんロンパースを599円で、こっちは多分セールじゃなかったもんね、多分普通に4000円、あとはなんかコットンワンピみたいな、なんかベージュのさらっとなんかスニーカーとキャップで合わせて、かわいいなと思って、結構ロゴがバッツリと開いてて、こんな感じでかわいいな、コットン膝ちょい上ぐらい、色と素材とが気に入ってスニーカーに合わせたいなみたいな、あとはこのピタピタのボディコンワンピ、じゃあこういう感じ、ピタピタ系の道端ですみたいな、あれどこが H&M にザードしたの、あーそっか、 H&M はこれだ、これ H&M だ、これとこのコットンワンピは H&M、うん、で黒とブルーがザーで、あとは子供たちにお揃いでこのセットアップ、はい、ザラのこれは王子と下の子がお揃いで着れるように買ってみた、可愛くない、なんかバナナだ、バナナだよねこれ多分、可愛いよねお揃いで着せたら、なんか切りっぱなし感も可愛くないかも、あとはなんとなくキャンプ用に小王子の社長のやつ、社長のなんかキャンプっぽくしてあげたいの、可愛いよねかな、もう全然こんぐらい、なんかあんまりそんな買ってない、さあそして赤ちゃんポンポンに行かずに石松屋、石松屋、はい、はい、で買ったものはもう使っちゃって開けちゃったんだけど、ケクチッキー超安い、これ10パック80枚のが10パック入って590円だよね、600円、超安くない、石松屋最高と思った、初めて入った西松屋、そう、あと西松屋はずっと欲しかったのシャワーキャップ、王子がさもう目が濡れるのが超嫌いだから、あの全然頭洗わせてくれないんだよね、目痛いとか言って全然目には入ってないのに目痛いってなってるから、そう、あとはこのクールタオルキャンプで必要かなと思って、うん、このクールタオルと、あとこれ離乳食をリッチェルの離乳食いっぱい入れる、あとはこれ、これなんか柔らかクールシートミニ、これはなんか冷凍庫に入れて固めて、あのシートのこの頭とかにこうやって置くやつ、なんか本当はパッド買おうかなと思ったんだけど、なんかこっちの方がいいやと思ってこっちにした、これもキャンプ用に、あとはこういうなんかちょっとこうキャンプ用に美容室みたいな、もうキャンプにビビってるからさ、キャンプビビしちゃってるからもう腰痛すぎて、もうとりあえずなんか準備またね痛いみたいな、ちょっと脱水とか起きたら怖いじゃん、ミネラルアッカーみたいなやつ、無人島に行くみたいな、無人島行くテンションだよね本当に、超笑われそうでね、キャンプすっごいしてる人からしたら、お前泊まるのコテージとコテージみたいなとこだもんみたいなそう、あとはそう、なんか私さ普段虫よけって、あのオーガニックの、あの普通ねオーガニックで使ってるんだけど、体につけるやつはなんかこれは服の上、服にするやつみたい で王子がすっごい蚊に刺されやすいのと、すぐ飛び火になるの、あの子が、だから今アマゾンとかでもほら虫よけのジャンパーあんちゃんちょっと網になってる、はいはいはい、あれなんかを注文してるぐらい そっちにビビってて、さ今日なんか西松屋でこれ見つけて、しかも冷感もついてて、なんか体につけないなら別にオーガニックじゃなくても服だけだしいいかなと思ってちょっと買ってみた、あとはなんか金金食器セット、はい、離乳食のこれはなんとなくちっちゃいお皿がなんかあんまりうちにないからとりあえず買ってみた、これも多分西松屋が出してるブランド、うん、あ、そうですね、スマートエンジェルとかいうところ、なんか色も可愛くてさ、ピンクと青と緑、買ってみた、あとはベビーフィジャー、これもキャンプ用に、あとそう、これが一番ね嫌だなと思ったの、これもえみの缶のミルク、私はもともとその粉のボードミルクのやつとかを使ってたんだけど、なんかお湯がさ用意できなかったりさ急にサバイバルだと思ってるからキャンプはだからなんかそう友達がさこれをあげてるのを知ってて、でこれすごくて、ここに
パカってなんかつけるやつがあって、このままなんかチューブにできてこのまま上げるんだよね、だから哺乳瓶持っていかなくてもこれのまま上げれるわけで、まあ、私は多分移すと思うけど哺乳瓶に200しか上げてないから、そうそう、これはなんか今回キャンプ用に持っていこうかなと思って、3つ、1日1回だけしか飲まないから、でも一応3つ買ったら、そんな感じ以上。そんな買ってないね今日、ごめんみんな。一泊でしたっけキャンプ。そうなの、本当だよね。水分には一生困らないですよこれキャンプ中。大事だから水分補給は。ピーってこれだったらあげれるなと思ってそう一人でキャンプめっちゃお荷物。そうそうそう、やばいよね、気合い入れすぎてて。はい、そんな感じでなんとなく過ごした一日を今日は撮影してみましたけど、いかがでしたか。はい、また三島岳の密着皆さん見てください。今日はあんまりカオスじゃなかったね、ただただ私の恐怖が届けられたかなって感じ確かにね、そんな感じで、じゃあまた密着撮るんでよろしくお願いしますってことで、はい、お話ししてください。はい、せーの、みんなバイバーイ。